んにちは。タウンホール6になったんだぜ。毎回恒例、新施設を建てていこう。3倍速で流していくわ。安くてすぐ建てられる施設はすぐ作れば問題ないね。ひとまず適当に設置していくんだぜ。配置はまた別の機会に紹介するよ。あれ、そういえばマリサの字幕の色変わってない？ああ、白に黄色じゃ少し見にくい気がしたから、変更したんだぜ。水砲と迫撃砲と対空砲が、全部増えるのね。うん、ここで3つ建てちゃおうかと思ったけど、エリクサーが多いし先にラボを着工するよ。ラボを上げて、主要ユニットをなるべく早く研究したいんだぜ。さっさ、資源も減ったし資源狩りしに行こうか。そうね。まだ何も上げてないから、レベル的にはタウンホール5と同じだけどね。ジェイウィズは前々回の動画で紹介してるんだぜ。うん、なんで戻ってるの？思い出した、今はクランゲームが開催されているんだった。クランゲーム？なんなのそれ？クランゲームは定期的に行われるクランでのイベントだよ。クランのメンバーで協力してポイントを集めて、その合計によってもらえる報酬が変わってくるんだぜ。ポイントはどうすれば貯まるの？見ての通り、様々なクエストが書いてあるだろ。1回につき選べるミッションは1つ、1人につき最大で4000ポイントだよ。そして、クラン内で誰がどれだけ頑張っているかも見れるんだぜ。こちらが報酬、クランの合計ポイントに応じて報酬も増えていくよ。ここで一つ言わなきゃいけないことがあるんだ。どうしたの？ごめんなさい、編集が遅くてこれを公開する頃には、クランゲームは終わっています。終わってるんかい？って、結局クエストは選ばないの？そうだった、忘れてました。三つ星のやつが楽に取れて点数高いのかな？どれが一番得かをしっかり見極めて選ぼうね。これは、前回を一回取れってミッションね、事故らないようにするんだぜ。うん、任せて、知らんけど。よい村は出るかしら？次に出るよ。おお、これはうますぎないか？30万超えね。ちょっと待て、全開できるのか？ふ、任せたまえ。全く信用ならぬわ。まずはアーチャーで援軍確認。ドラゴンが出てきたわよ。うん、こういう時は落ち着いて端っこにおびき寄せるんだ。先に処理することは大切だな。とりあえず J1 体でタゲを取るよ。そしたら、こんな感じで水で円を描くように、ドラゴンを囲むんだ。なるほど。そうやって処理するのね。一点出しではなく囲むことでまとめてやられることを防いでるんだぜ。この残ったウィズたちはもったいないから、J をすかさず少し出してサイドカットに利用するよ。反対側もカットするんだぜ。サイドカットにはもう慣れたかな？ある程度カットできたら本部隊開始だね。J をバット散らして、タイミングを見てボールブレイカーだな。うん、全体の流れはわかるようになってきたわ。よし、壁開け成功。このまま J に進んでもらって、後ろからウィズで早めるのよね。その通り。あとは見守ろう。ウィズがちゃんと後ろについて、いい感じだな。だけど今はタウンホール5レベルしかないからね。惜しくも少し残っちゃったわね。まあまあ、がっぽりも受けたしよしとしよう。30万超えは大きいね。あれ？前回を取るってミッションやってなかった？はい、わかってます。もう一回攻めます。今のは攻めなきゃ損な村だったから仕方がないな。気を取り直してもう一度。次は前回取ってよね。タウンホールが上がったからしばらくは忙しくなりそうだね。さあ、いい村出たな。アチャで援軍確認。ポチッと。援軍はいなさそうだね。外に出てる大砲はすぐカットできるから先にやっておこうぜ。そうだね。この二つの大砲はすぐ潰せそう。そして6時方向もカットしよう。エリクサーポンプ側から展開するよ。アーチャータワーが削れそうなあたりで J を出そう。そこにウォールブレイカーで穴開けだな。援軍の J も出して。後ろから本部隊ウィズをちょっと。なあ、いつも気になってたんだがちょって何なんだ？私にもわかっていないわ。わかってないのかい？ユニットを一気に出すときは掛け声が欲しくなるんだよ。知らんけど。お、今回もいい形なんじゃないか？そうだね。このまま全開できそう。さあ倍速。竹雄、あんた一度も倍速かけなかった攻めはないんじゃない？待てない性格なんだから仕方がない。半分壊す前から倍速とはな。さあ全開。クランゲームも達成だぜ。普通にしてれば達成できるミッションも多いから、ぜひ毎度攻める前に何かチャレンジしてみてね。よし、オッケー。これで200か。世の中には何赤も4000到達している人もいるから、そこまで難しくはないよ。クランの人たちで協力して頑張るんだぜ。ということで今回は、タウンホール6になったのと、クランゲームを紹介しました。開催中に投稿できなかったのは申し訳ないんだぜ。それでは、おっと一つ忘れていた。なんだよ。これだけは伝えておかなくちゃ。6になって優先してあげるべき施設は、クランの城と、それから、呪文工場だよ。この2つを上げれば格段に攻めの強さが変わるから、ぜひ早く上げてください。それでは今度こそ。ご視聴ありがとうございました。